この中2533体の電流がございますが、あちらは原子炉ベルと申しまして、あの真下がございまして、無人で解体、基本的にするというような進め方でやってくるんです。でこれはついてても全然強度に問題ございません。でこのコンクリート